大谷雅子は、日本のフリーアナウンサー。大阪府出身。京都外国語大学フランス語学科卒業。高校卒業間近の1978年に、病気にかかり、約2ヶ月入院。大学進学後、母親が娘を元気づけようとして、こっそりテレビのニュース番組のアシスタントオーディションに、書類と写真を送ったところ、毎日放送の朝のニュース番組。 MBS ニュースコールの関係者の目に留まり、大学在学時から同番組のお天気キャスター担当として出演するようになり、マスコミ会に入った。その後、読売テレビのバラエティ番組、おもしろサンデーで1年間初代フレッシュリポーターを務めた。1年のブランクを経て、同番組にレギュラーリポーターとして復帰し、主に関西各局のテレビ、ラジオで活動。趣味は読書、 スポーツ観戦、マリンスポーツなど。20代の頃は年に1から2回は沖縄の海に潜りに行っていたという。高校生時代はバスケットボール部で活動。スポーツはスキー以外なら何でもこなしたという。様々なシーンでの司会、講演、コミュニケーションに特化したビジネスマナー講師として活躍。最近はネットワークビジネスに主軸を置いている。 http://shinoyama.net スラッシュサロンスラッシュサロン朝日 html ハット abcdef 別冊ラジオパラダイス d j 名館40ページ ab 月刊ラジオパラダイス1986年3月号96から97ページ気になるラジオガール月刊ラジオマガジン1984年3月号42ページ出展 ラジオ番組表、ありがとうございます。